うでしょう本日から配布を開始しております厳選シーンと台本ビジュアルボードえ今週はですね、えー、ご飯の厳選シーンが5種類で、ね、例えばこんな感じの、ね、ああお勉強してったですてかね今日からですか、はい、今日からです今日からですだから SNS でもあの、はい、あこれ好きなの来たとかねいろいろ上げてる方います<ー>来週からピッコロ 源泉の5種類例えば、ちょっとこんな感じいレドリボングの中に潜入してるる潜入してかっこいねとかあって裏側がまさに本当に使われた台本の一部セリフが書いてあっていわゆる賭博的なものも書いてあってそれがまたファンの皆さんにはたまらないということになっておりますけどもランダムで配布されております。台本今日はですね まさにその台本が裏面にあるものが今日配られたプレミア仕様ということで、えー、このお三方にこのシーン実際に実演していただこうと思います。<laughs> えねあのパンちゃんのお迎えを頼まれたピッコロさんがご飯にカツを入れに行く、はい、あの皆さん大好きなあのシーンです。はい、それでは準備ができましたでしょうか。野沢さん、古川さん、はい、お願いします。あピッコロさんあ,あすいません。 またパンの向かいを頼んじゃったみたいでふざけるな貴様は一体何をやっているんだいやあの虫のレポートこの前南の島ですっごいアリを発見しちゃってそのアリ危険が迫るとちょっと光って変身するんですよスーパーサイヤ人みたいでしょそんなことも聞いているんじゃない怒ってる <laughs>

コミカルなところがね。またね、こうやりとり好きなんです。ピコロさんとの幼稚園のね、先生と知り合いですね。そう、幼稚園のね、もう顔見知りです。だ幼稚園名前が完全あ、ピッコロさんで入ってましたもんね。何の問題もなくピッコロさんって言ってましたもんね。言われてましたもんね。日常会話してます。いつもお迎えに来る人みたいな感じでしたもんねなんかね。お父さんだと思っちゃいますよね。皆さんがね、あの先生たちがね、そうです幼稚園の先生が。え、お父さん変わったん。 昔は、あんまり似てない、全く似てない、ね、みなごさんいかがでした、今のお二人。のやりり私もここのシーンも、本当に大好きで、ね。ここいいのよね。本当にいつものご飯くんの感じと、あとピッコロさん、何とかしたい、ピッコロさんの感じが、もうたまらなく。あの、好きです。はい、ありがとうございます。ガラスを聞ってやってね。そう、そう、知らせるんですよね。あれ、自分も苦手なはずなんだけど。 ありがとうございます。<ー>じゃあそれ一旦お受け取りしまして、はい、もう一シーン、えー、続きまして、あじゃあ野田さん、はい、古川さんお受け取りしまして、はい、はい。続いてはですね、古川さん、南口さんにですね、来週から配布されます、えー、ピッコロバージョンから一つ、あの誘拐されたふりをするパンちゃんね。あとレッドリボン軍に変装したピッコロさんのここまたねおもういいし面白いしね。じゃあこれお二人準備でき次第、またちょっと今いきなりですけどすみません。どうでしょう、よろしいですか。はい。わかりました。はい。 ではお二人お願いしますそこで世界征服のために邪魔な我々を消す計画を知ったんだ潜入こっそり仲間のふりをして様子を探ることだああそれでそんな格好なんだああそれで奴らはまずお前のパパをおびき寄せて倒すために誘拐しようとしたわけだへえー、でも面白そうなめるんじゃないぞ本当にやばい奴らだ ファンは誘拐されて怖がっているふりをするんだ俺が守ってやるから心配しなくていい <laughs> ありがとうございますかっこいい,こい,い俺が守ってやるからかっこいいねえーうん、え野沢さん改めていかがでしたこのお二人の今のやりとりいいですよ俺が守ってやるから心配しなくていいいい言葉ですよね <laughs> 私言えないですもんねい言いましょうよご飯も <laughs> <laughs> いえ、ご飯も、ね、もう、パンちゃんからしても、これも完璧にもう、ね、もう、信頼しきっているというかね。もう、ピッコロさんのこと大好きですし、もう、間違いないと思ってますね、きっと<ー>。<laughs> これ、ピッコロさんも、ちょっと、あえてわざと、ちょっと、本当はね、デレッとすると、あれだからみたいな、で、強と強めに言ってるんですが、これね。そうですね。だか日常は、あの、みさんと、僕、仲いいんでしょ <laughs> スタジオでも、あの、仲いいですはい。はい <laughs>